はい、どうも JB です。本日もプロスピエスやっていきたいと思います。はい、というわけで本日なんですが、一つ更新来ております。イベントプロスピグランプリ開催されました。女性秘書が登場している、なんとも嬉しいイベントが来ております。このプロスピグランプリについて細かく解説した動画なんですが、以前動画で上げておりますので、概要欄貼ってありますので、そちらから、確認お願いします。まあ、プロスピグランプリ、ちょっとね、簡単に、超簡単にお話しさせていただきますと、まあ、女性秘書を選んでピストアから購入可能な専用アイテムを全部買って、全部ぶち込んで、その日の試合自走査を行って親密度を上げれば、もう初日で獲得選手経験値アップと秘書の第2衣装の私服が見れるというような形となっております。ただね、過去に、コメントでいただいたんですが、このイベント、親密度を上げることによって女性秘書が脱いでいくというような、昔ゲーセンにあった、脱衣麻雀みたいなイベントではございません。そちらのご注意だけお願いいたします。マジでね、本当にこの動画を見てくださってる、昔ゲーセンに通ってたお父さん方、そんなね、卑猥なゲームではないのでご注意ください。はい、というわけで本日の動画なんですが、サムネタイトル見てもらったらわかるように、今たまりにたまってる契約書全部引いていくのと一緒に、こちらですね、 S ランク OB 契約書第5弾一緒に引いていきたいと思います。この前の動画でも言ったと思うんですが、2月25日15時1分以降の、契約書は貯めるフェーズに入ってくると思います。それより前に獲得した契約書は、グランドオープン2024シリーズ1のグランドオープンに持ち越すことができないので、自分の好きなタイミングで引いちゃってくださいというような形ですので、今たまりにたまってる33枚契約書全部一気に引いていこうかなと思っております。これが2023シリーズ2の、ラスト契約書開封になるのかなと思われます。まあ OB 第6弾の契約書がどういった形で出てくるのか、前回みたいに 33% で出てきたら持ち越すのと思いますし、ただそれ 100% 第6弾だったら引くかもしれないっていうような形ですね。まあそれでもこんだけがっつり引くのは今回がラストでございます。それではゴールド契約書10枚からいってみたいと思います。こいや、あ、やば。A ランク、よし、 A ランク、 A ランク、 A ランク、さあ来い、笑え笑え笑え、はい、いや、まあ前この前から西野めっちゃ出んな。A ランクこんだけ、もう一枚ぐらいね、もう一枚 OK。 うわー、福永、まあ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 、2枚出ただけでもいいかな。さあ残りゴールド契約書何枚あるかな。はい、ゴールド契約書ラスト全部7枚引いていきたいと思います。 A 出る、 S 出る、 A は確定、はいはい、 A は出る、 A は出る、もう一個もう一個もう一個、7、うわ、7で引いたらでかいけど、さすがに S はないか。さあ来い、うん、笑わん、高梨、おお、ラッキーラッキー、もう1枚ぐらいないか、まあ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 。さあ次は A ランク契約書何枚溜まってたっけかな。まあまあ溜まってるはずだと思ったけど、4枚ですね。A ランク契約書4枚引いていきたいと思います。いやー、こっからあと1ヶ月契約書引けないのは結構きついな。いや、マジで本当に動画のネタもなくなってくんで、契約書開封っていうのは、まあ、自分がやってても嬉しいし、動画としてはネタがあるだけ良かったんですが、これで1ヶ月契約書開封ができない。あ、もう A ランクか。中野、木沢、いいね。あ、ギータ、いいね。にし。さあ、A ランク自チーム契約書を引いていくんですが、ここはソフトバンクですね。さあ、自チームソフトバンクに変えてきまして、A ランク自チーム契約書、全部で3枚。え ?4 枚か。4枚引いていきたいと思います。まあ、ここはもうスキッチしちゃう。でも、OK!富士、わあ、富士、S が出ないね、富士。あ、コンちゃん、いいね。つもり、うんうんうん。つもり、いや、つもり多すぎる。さあ、こっ
からは S ランク確率ですね。 S ランク確率 10% 4枚引いていきたいと思います。 30% はこの前引いちゃったんかな。さあここで S が出たらでかい。早い、いやーさすがにやばい。 S ランク契約書以外での S ランク引きがないぞこれは。もう一個かー、 A4 枚か。まあ、わらわん島内伊藤ひろみ S 欲しいな。中野、OB 契約書引いていく前に通常の S ランク契約書1枚引いていきたいと思います。ここで欲しいのはローキです。でも自チームソフトバンクだったな。打ったらあかん、打ったらあかん。そのままローキ来い。マジでローキ出たら神引き。 S、 いやー、乗り元か。乗り元は PS からの継承はできないな。さあ S ランク OB 契約書第5弾こちら引いていくんですが、今回の OB 第5弾で欲しい選手なんですが、阪神城島、横浜佐々木、巨人川上、オリックス松永、ロッテベニー、この5選手ですね。この5選手の中から誰か出てくれればめちゃくちゃいい。正直ベニーがまあまあ欲しいところですね。ですので自チームはロッテにしていきたいと思います。さあロッテにしてきまして、ラストというのか、これ引いてこの内容を見て、A ランクの選択契約書を決めていこうかなと思いますね。さあ S ランク OB 契約書累計契約書引いていきたいと思います。ベニー、ベニー来い。ベニー来たらオーダーがめちゃくちゃ良くなる。打つか、いや打たんな。さあ12分の5、お願い笑わない。うわ城島 OK 城島も OK、 よし狙いは引けてます。ですのでこの OB 選択契約書、こちらはもう煙突用に城島ですね。はい OK。はい、というわけで本日は S ランクの累計契約書 OB 第5弾のものと2023シリーズ2、ラストの大量契約書開封ということで、がっつり33枚かな引いてきました。まあ S ランク OB 第5弾としましては城島出てくれたんでこれは良かったのかなと思います。これはしっかり育てていこうかなと思っておりますね。今回皆さん、累計契約書、OB 第5弾で誰が出たでしょうか、狙いの選手出ましたでしょうか。でまた契約書なんですが、グランドオープンまで持ち越せないものはじゃんじゃか引いちゃってください。そこでの神引きの、報告とかもぜひともコメント欄でよろしくお願いします。はい、ということで本日は、契約書がっつり引いてきました。契約書開封はねあと1ヶ月お預けということですので、ちょっとね我慢はしていきたいなと思っております。本日の動画が良かった、参考になったという方、高評価チャンネル登録ぜひともよろしくお願いします。それではまた次回の動画で会いましょう。バイバイ。